また明日ね。真意がまだ分からぬか、ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。え、なしな。許されると思っているのか。葬儀の神でありながら私に弓を引くとは。葬儀の神だからこそよ、この葬儀は偉大なる曹操殿が礎を築き、聡明なる曹操殿が盤石としてきた。私も三代、いや四代か、長きにわたり仕え、その隆盛に力を尽くしてきた。それを貴様のようなバカが乱し、食い潰すことは断じて許さん。死んで亡き曹操殿、曹丕殿にお会いし、己の愚かさを詫びてくるがいい。Executing. Honore, この三奪者どもめ。三奪か。もはやそれ以外に手はないのやもの。曹操様やカーン様が国政を乱したトガで姉妹様に処刑されました。なんだって。曹操殿は確かに死体続きだったけど、いきなり処刑だなんて話が急すぎる。いや、それで楽陽に大きな混乱がないってことは、少々はみんな曹一族を見限ったってことなのか。二の覇権がいよいよ芝一族のものに。それだけではありません。
曹操様に組みし謀反を企んだとして花崗源様にまで処罰が及んでおり。花崗源殿が、あの人に非はなかったはずだ。この機に曹家と近い者を一掃する気なのか。いくらなんでも話が大きすぎ。いやいや、過激なしばし殿ならそれもあり得る。これはいよいよやばいな。殿、今後は花崗源殿に代わり私が諸区政党の指揮を取ることになりました。ああ聞いてるよ。花崗源殿のことは残念です。どうか花崗派殿は私と共に先行を立て、しばし殿たちの信を得られますよう。っうっ、いや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 、そう簡単じゃないって。曹操殿の咎で花崗源殿まで類が及んだんだ。そのうち俺の番だって。あと何人くらいだ。1人、2人、3人。ああ参ったな。まさか戦場の外で命の心配することになるなんて。おや、いとこが職の長妃の嫁になったって言ってたっけ。いやいやいや、それ頼るってのもなんだかな。大体職は父さんの仇だってのに。That is dead and you should be。 とはいえ他に当てもないしな。考えててもしょうがない。ダメでもともと職に行ってみるか。トレーダー、花崗派が職に亡命したぞ。しばし殿は曹操のいとこ花崗源を処分した。家柄を見て不穏分子と判断したようだ。それを見た花崗派は次は自分の番だと思ったんだろう。兄上はやりすぎたのか。そうね、悲しいけれど。くっ、甘いな。しばし殿は当然の対応をしているぞ。曹操の件で一部の者は芝一族を三奪者と見、ことを起こそうとする者も現れるかもしれない。目は出る前に潰しておくべきだ。それじゃ権力で押さえつけてた曹操と同じだろう。いや違う。しばし殿は曹操など問題にならぬほど有能だ。葬儀の命運は彼に握られていると言ってもいい。だからこそ資源殿のことを快く思っていない者は少なからずいる。だがそれは現時点でのこと。しばし殿の進化に周囲が気づくのはこれからだ。ためらうな。お前も必死にしばし殿を支えろ。そうでなくては大切な兄を守れはしないぞ。それを言われるときついな。俺ももう少ししっかりしないとダメってことか。分かったなら行動で示して。これからのことを資源殿と相談しなくては。曹操を討ったことで芝一族が朝廷の権力を掌握しましたね。
心よく思わぬものも当然出てくるでしょう。己の被災を恥じぬ人間のなんと多いことか。私の才能に嫉妬する役たちと同じ類のものです。紹介殿、控えられよ。お前、すぐ自分の話に持っていくのな。Indeed。まずはそういった輩を黙らせる。その上で双方を廃し、双方殿を擁立すればいい。Oh dear。シーよ、今の段階ではお前はまだ曹操から地位を奪い成り変わったに過ぎん。その上で新たな帝を擁立したいだと、状況だけを見ると董卓と何も変わらんな。お前の理想である曹操殿の擁立、皆が理解し納得できる形にできるのか。無論です。その思いがなければ曹操を切りません。No。 ならばもう何も言うまい。おいおいおい、しよ、やるからには貫き通せ。は。父上。Who la? Okay, where are we in? A secret tunnel? Okay, somebody locked us in. Whew!